ら、素敵じゃない？ありがたくいただいておくわ。嬉しい。このことはずっと忘れないわ。よく私のこと知ってるのね。はい。どこを目指しましょう。ナナコオリ、着いたよ。ここからの景色が見たかったんだろう。はい。綺麗な景色だけども、ナナコオリが見たかったものって何の？あの赤い木のことも？はい、サフローズの木です。サフローズの木を歌った童謡があって、その歌がとても好きなんです。へえ、童謡か。ナナコオリって歌が好きなんだな。歌ってるところなんて見たことないもん。聞くのが専門も？私、歌うのは好きですけど、人前に出るのが苦手で。確かに、ナナコオリは極度の恥ずかしがり屋さんも。すみません。ナナコオリは楽器も弾けるのか？確かに楽器も好きそうも。あまり上手くないけど、いくつかは。すごいも。何が得意も？オルガンかな。リュートも好きだけど。トラはフーピーリコーダーが得意も。ノコン族の子供は5歳になるまでにみっちり仕込まれるからも。聞いてみたいです。今度ナナコオリと一緒に演奏するも。楽しそう。ちなみに花はトランペットを吹くのが得意も。息継ぎなしでずっと吹いてられるも。
ごいすごい。なんか俺のこと忘れ去られているような。でもナナコオリが楽しそうだからいいか。いつかみんなとそんな風に仲良くできるといいな。楽器トリゴリュートの音ですね。あそこにいる女の子だ。なかなかうまいな。心が洗われますね。ナナコオリ、あの子の演奏が気になるのか。そういえば、ナナコオリって楽器が好きなんだっけ。声かけてみたらどう。いえ、いいです。ブレイドのお姉ちゃん。多分、ナナコオリのことだよ。はい。リュートに興味があるの。弾いてみない。気になるんだろ。行ってみなよ。けど、私のわがままで。気にしない気にしない。俺たちもナナコオリが興味あるものに興味があるからさ。じゃあみんなで行こう。来た来た。すごく上手に弾いてたな。ありがとう。うちはトリゴリュートを作ってるから、赤ちゃんの時から触ってるの。だから自然と弾けるようになった感じかな。へえ、すごいな。でも私はまだまだ。大人の人は歌いながら弾いたりもできるしね。きっとお姉ちゃんもできるんでしょ。私はさっき自分もやってみたいって目をしてたから。演奏してみたいけど、ここではあまり。恥ずかしいから。平気だよ、あまり人もいないし。そうそう、ちょっとだけでいいからさ、やってみなって。うん、ナナコオリの演奏を聞いてみたいな。じゃあ少しだけ。やったの思ってんな。ずっと聞いていたいくらいだね。
止まっちゃった？いいところだったのに。もうおしまいなのか？次はどちらへ行きますか？Thank you.
を動かしかけないようにしないと。私にこんな仕事をさせるの？どういうことなのよ。不本意だが、やむなし。ナナコオリフラジオレット、頑張ります。私、精一杯やってきます。よろしく頼んだもん。クマリンにも、ご褒美あげていいですか？報告を聞かなきゃね。期待していてください。失敗しても大丈夫も。気楽に気楽に。綺麗な歌ね。まるで天使の歌声も。あれ？どうしたも。歌を忘れたか。もっと聞かせてほしいも。Thank you.
警戒を怠るなよ。さて、次はどこを目指しましょう。大盛況ですね。見ろよナナコオリ、みんなナナコオリの歌を聴きに来たんだよ。大丈夫か？はい、大丈夫です。皆さんのおかげで元気が出ましたから、頑張ってきます。油断ならない。もう頑張ってくださいですもん。大丈夫だよ。ナナコオリも今日のために一生懸命にレッスンしてきたんだ。その頑張りは絶対にナナコオリを裏切らないよ。
私たちもっと成長できるみたいだね。いつか世界中のお魚を見てみたいです。怠るなよ。さて、次はどこを目指しましょう。Thank you.
一息つこうか。さあ急ぎましょう。楽しい感じが私たちにも伝わってきた。お姉ちゃんの歌でみんなキラキラドキドキワクワクしてたよ。キアラちゃんのおかげだよ。あの時私に声をかけてくれたところから始まったんだ。キアラちゃんが貸してくれたリュートでたくさんの演奏をしたんだよ。初めて会った時に約束したよね。いつか必ず返すって。それは今この時かなって思うんだ。ううん、リュートはお姉ちゃんが持ってて、あたしはほら別のリュートも作ってもらえるし。私ね、今日で卒業するんだ。こうやって歌うのは今日限りのつもりだったから。もう！そうなの？ブレイドとして戦う勇気を持ちたい。みんなの役に立てるように自分を変えたい。そう思って始めたことだから。あんなに大きな舞台であんなにたくさんの人に歌を聴いてもらって、自分に自信が持てるようになった今が卒業の時かなって。もうもうもう。そうなんだ。う
が聞けなくなるの残念だな。きっと今日ここに来たみんなも悲しむと思う。でもお姉ちゃんが決めたことだもんね。これからはブレイドとして活躍するのを期待してるね。うん、頑張るよ。これまでたくさんドライバーさんやプロデューサーさんに助けてもらったけど、これからは私が助ける。その息だね。今までありがとう。どういたしまして。私のクマリンもおめかししないとね。いい音色ですね。一曲弾いてもいいですか。このリュートすごいね。歌いたくなります。誰も傷つけたくないです。ルールルールルー、これ夢じゃないですよね。すっごく嬉しいです。やった、すげーよ。次はどこを目指しましょう。